皆さんこんにちは、森えりです。はい、今日のメイクはですね、私15歳とかにすごいケバかったので、昔のメイク、もう25歳で今年26になっちゃうのでなっちゃうんです。10年前のメイクを半分だけしたらどうなるかなと思って、ちょっと懐かしいんでやりたいなと思います。せっかくこのコントワー買ってきたので、この間これで結局私のレビューが間違ってたんですけど、こっちがコンシーラーでこっちがハイライトだったんですよ。なので私が昔使ってた、あのデーモン小暮ゾーンで使ってたアイシャドウがここでカコンカコンってなって、でハイライトもめっちゃバーって入れてた時代があったなと思って、すごい懐かしいなと思って、ちょっと今日はこのレビューはですね、すっごいグダグダレビューをしてしまったので、この後に後日あげるんですけれども、このコントワーについてはグダグダレビューをご覧ください。今日は10年前の化粧をしたら今どんな感じになるのかっていう検証をしたいと思います。いやマジでこれ学生の時のさ、メイクきついな。めっちゃケバ。学生の時は化粧がめっちゃ楽しくて、なんか化粧をするのが、化粧しなかったら外出れないくらいだったんですけど、今は全然女子力低下した。つけまは、ね、硬いからこういう風にやって、でも今のつけまってあれだよね、黒くないからさ、ここさ透明になっちゃったからさ、私昔ダイソーの14番超愛用してて箱買いしたんですけど、おお懐かしすぎるこの感じ。上にとりあえずバサッとしてやってた覚えはある。ここまでやったからちゃんと下もつけるよ。結構ここまで自分が学生時代濃いと思ってなかった。まあ結構濃いなと思ったんです、けばかったし。おすすめのピンセットは手芸用のピンセット、ちょっとこれ工具のだからさ、手芸用のどっかにあると思うんですけど、こっち工具じゃない方、こっちです、おすすめな方。もっと尖ってないやつがあるんですけど、こっちの方が使いやすい。結構チークとかも濃く入れてたんで、このピンクら辺のチーク入れたいと思います。アイシャドウは濃いのをなんかね、すごいね、思い出しながらやってるよ。もうこんなだった気がする、こんなだった気がする。懐かしい懐かしい、なんかうん、こんなだった気がしますね。はい、チークも超濃かったのよ。で濃くてこんな感じでしたね、中高の時。髪はパッツンじゃなくて、髪はね、こっちはパッツンでしょ、今日パッツンでしょ、でこっちが半分か。髪は前髪なかったんで、前髪作ってなくて、なんかここ編み込んだりとかしていた記憶があります。今は三つ編みでしょ、なんでちょっとこっち、こっちが今ね、私今の多分みんなが見慣れてる方の私で、こっちが本当にケバかった時の私。はい、ということでこんな感じです。中高生の時の私、前髪がなくて、眉毛もめっちゃ太く描いて、ピンクとかなんかグラルとかいろんな色塗ったりとかしながらも、つけま 2,3 枚重ねの下もつけまつけのコントワがっつりれのチークがっつりれの
そうですね、シャネルみたいなすごい濃い口紅を塗りのな感じで、こっちは巻いたりとかエクステつけたりとか、そうですね、なんかいろいろとしてました。はい、でこっちはですね、私だね今の私ですね。はい、すごい違うな、中高と比べたら。中高こっちよ、中高こっち、25歳の私こっちですどっちが好きですかね皆さん。ちなみにコンタクトは一緒です、いつも一緒。昔から使ってるコンタクトは、私普通の透明のコンタクト買ったことがなくて、いつもこれだったので今一緒のコンタクトしちゃってるんですけど、とこんな感じですね、普段の私と、そうね普段の私と中高生時代の私、どっちが好きですか皆さん。すごいね、なんかこの差、もっと濃かったんですけど、15歳6歳の時の私の比べはこんな感じです。はい、15歳16歳の時にしていたメイクと現在アラサーに近づいているこっちはい、のこっちはだからメイクしてないですよ、すっぴんですよ、コンタクトだけです。10年前のメイクを振り返ってみました。もう10年経つんですか、中学生時代10年経っちゃったね。うん、もう10年前にしていたメイクです。はいやだ、なんか私そんな年取ったのか、きついな。はい、ということで10年前にしていたメイクとすっぴん、10年後のすっぴん、こんな感じでございます。はい、ということで無理やりでした。バイバイ、またね。今日もご視聴ありがとうございました。現在の私はこっち、はい、そして10年前の私はこっちでございます。今年からアラサー突入でございます。チャンネル登録ボタンはここら辺に出しておきます。そして過去の動画はここら辺に出しておきます。森有でした。バイバーイ。